まあ伊良部島はお通りの島なので、結構こう回し飲みが盛んで、そのお通りでみんな楽しく飲めるように、それを酒造りを目指して作ってはいるんですけど、まずは泡盛り、きちんと泡盛り作りをして、そういう伊良部島らしいリキュールもできたらいいなと思ってはいるんですけど、やっぱり地元人も少なくなってくるし、どんどん当該のお客さんを少しずつ開拓していきたいなとは思ってますね。